日本一の栄誉をかけた戦い。生まれてきた数々のドラマ。101回目を迎えた天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会、その軌跡です。1919年、サッカーの母国イングランドから贈られた純銀製のカップ。大会はこのカップの贈呈をきっかけに2年後、参加4チームにより始まりました。戦後すぐに天皇陛下が観戦され、選手たちを激励。1951年からは優勝チームに天皇杯が贈られるようになりました。当時優勝争いは大学生のチームが中心でした。1968年大会から決勝の舞台は元日の国立競技場となります。初の元日決戦を制したのは釜本邦茂率いるヤンマー。この頃から実業団チームが覇権を握ります。1983年からは日産自動車と読売クラブの2強時代。10年間で9回優勝を分け合いました。Jリーグが発足すると実力が拮抗。毎年優勝チームが変わる戦国時代となります。アマチュア勢の奮闘も大会を盛り上げてきました。2003年、市立船橋高校がプロを相手に後半2点差を追いつく健闘を見せます。2009年、明治大学が J1 のモンテディオ山形と対戦。大学生チームが初めて J1 のチームを破る快挙を成し遂げました。2017年は筑波大学が躍進。三笘が自分で行く、ドリブル得意、シュートだ、決まった。 J1、J2、J3 全てのチームを破って4回戦に進出。旋風を巻き起こしました。元日の国立決勝戦では名勝負が生まれてきました。78回大会、チーム最後の公式戦となった横浜フリューゲルス。長いだ、切り返す、前、吉田だ、シュート来た、逆転ゴール。私たちは忘れないでしょう、横浜フリューゲルスという非常に強いチームがあったことを。80回大会、その年の J リーグと J リーグカップを制した鹿島アントラーズが三冠を目指しピッチに立ちました。ビスマルクがボールを持った、シュートが来た、鹿島アントラーズ V ゴールで三冠達成。2001年から天皇杯優勝チームにはアジアチャンピオンズリーグへの出場権が与えられています。85回大会を制した浦和レッズはアジアも制覇。ガンバ大阪は88回、89回大会の王者としてアジアの舞台で戦い、実力を磨いていきました。93回大会、改築前の国立競技場では最後となる決勝戦。かつて天皇杯で一時代を築いた名門チームが優勝。歴史にその名を刻みました。94回大会は横浜の日産スタジアムでの開催。
12月に行われた決勝はおよそ5万人の観衆を集めました。この年の J リーグ王者ガンバ大阪が圧倒的な力を見せつけ、史上2チーム目となる国内タイトル3冠の偉業を成し遂げました。95回大会決勝は再び元日開催となりました。バトリックシュート、ガンバ大阪がクラブ史上2回目の連覇を達成します。96回大会決勝、舞台はおよそ半世紀ぶりに大阪へ。シュート、鹿島アントラーズが5回目の優勝を果たしました。埼玉スタジアムでの開催となった97回大会決勝、水沼のシュート、こぼれた、まだある、シュート、山村突き刺した。延長戦を制したのはセレッソ大阪。玉本邦茂がいたチームの前身ヤンマー以来43年ぶりの日本一に輝きました。98回大会の決勝は12月の埼玉スタジアム。東北勢として初めての優勝を目指すベガルタ仙台を浦和レッズが迎え撃ちました。後ろからシュートきた、すごい。浦和レッズが平成最後の王者に輝きました。新しい国立競技場で行われた99回大会決勝、スペインの至宝イニエスタ擁するヴィッセル神戸と6回目の優勝を目指す鹿島アントラーズの対戦になりました。序盤から神戸のペース、切り返しから神戸のチャンス、混戦か、オウンゴールか、ヴィッセル神戸先制に成功しました。ヴィッセル神戸が前半に2点を奪い2対0で勝利。令和最初の天皇杯はヴィッセル神戸が初優勝でつかみました。天皇杯の歴史に大きな節目となる100回大会の決勝、攻撃力を武器に J リーグを制した川崎フロンターレがガンバ大阪と激突。抜けてきた、チャンス川崎、シュートきた、三笘薫やりました、先制ゴール川崎フロンターレ。試合終了、唯一取ることのできていなかったこの天皇杯のタイトル、川崎フロンターレ天皇杯初優勝。時代とともに歩み数々の名勝負が繰り広げられてきた天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会、101回目を迎える今大会、日本一の栄冠を手にするのはどのチームでしょうか。皆様、本日はお忙しいところご参加くださいまして誠にありがとうございます。ただいまより天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会開幕記者会見を始めさせていただきます。私、本日の進行役を務めます NHK の下坂井です。どうぞよろしくお願いいたします。本日お届けしてまいります開幕記者会見では、5月22日土曜日から開幕いたします1回戦を前に今大会の概要をお届けしてまいります。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から本会見はオンラインでの開催となっております。では本日のプログラムをご紹介します。はじめに主催よりご挨拶と今大会の概要についてご説明をいたします。続きまして、前回第100回大会優勝チーム川崎フロンターレのキャプテン谷口彰悟選手、そして中村健吾さんを
お招きします。中村さん、どうぞ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。中村さんには後ほど参加していただきまして、天皇杯についてのトークイベントを予定しております。では後ほどお願いします。はい、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまず主催者を代表しまして、公益財団法人日本サッカー協会田島幸三会長よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは、日本サッカー協会の田島でございます。本日は第101回天皇杯開幕の記者会見に多くのメディアの方にご参加いただき感謝いたします。そして先ほど紹介ありましたように、2021年1月1日第100回の天皇杯の決勝に立たれた元日本代表の中村憲剛選手、そして谷口翔吾選手、お二人に参加いただけること本当に嬉しい限りです。本日はよろしくお願いいたします。日本サッカー協会は1921年に大日本蹴球協会として設立し、本年で100年を迎えております。先ほどご紹介がありましたように、天皇杯の歴史が私たち日本サッカー協会の歴史といっても過言ではありません。そういう意味でもこの大会をしっかり盛り上げていきたいというふうに思っております。そして今年は101回目の新たなスタートとなるというふうに思っております。皆さんと一緒に素晴らしい大会にしてまいります。前回大会は残念ながら新型コロナウイルス感染症によって大会形式等を大幅に変えることとなりました。今年も残念ながら新型コロナウイルスの感染は継続しております。その中で各県のしっかりとした予選、そして大会をしてくださった47都道府県のサッカー協会、そして関係者の皆さん、ボランティアの皆さんには感謝したいというふうに思います。そして何よりも多くの制限がある中でルールやマナーをしっかりと守っていただき、会場に駆けつけてくださったサポーターの皆様には感謝したいと思います。残念ながら今年も新型コロナウイルスの影響で多くの制限が設けられます。このルールマナーにしっかりと守っていただき、安全に安心してサッカーがプレーできる、そして応援できる環境を作ってまいりたいと思います。全国的に蔓延する中で、1回戦のうち8試合がリモートマッチとなっております。ご理解いただければと思います。そして私たち日本サッカー協会は各都道府県協会の皆様、そしてチーム、会場、多くの方々と協力して新型コロナウイルス感染の最中ではありますが、しっかりとした対策を徹底し、安全を最優先にしっかりと運営してまいります。そして柔軟に運営していくことを考えております。新たな時代の幕開けとなる第101回大会を多くの皆さんに楽しんでいただけるようにしていきたいと思っております。最後にご支援いただいております JFA ユース&デベロップメントプログラム協賛各社の皆様、 NHK 様、共同通信社様、各都道府県サッカー協会の関係者の皆様、自治体や多くのボランティアの皆様、101回大会にをサポートしていただけること改めて感謝申し上げます。この大会が素晴らしい大会となりますよう、我々も全力でサポートして、そして運営してまいります。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。田島会長、どうもありがとうございました。続きまして、天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会の実施概要を天皇杯実施委員会須原清隆委員長よりご説明させていただきます。よろしくお願いします。はい、
それでは私から第101回天皇杯の概要をご説明させていただきます。本大会でございますが、今年も NHK さん、共同通信社さんに協賛いただきます。また主幹協会として全国の都道府県サッカー協会の皆様にご尽力いただいております。また協賛としまして JFA ユース&デベロップメントプログラムオフィシャルパートナー各社様からも多大なるご支援をいただいております。参加チームおよび日程についてのご説明です。今年の参加チーム総数は2299となりました。5月9日をもって都道府県代表がすべて決定しております。それに加えて J1、J2 の全チームアマチュアシードのベルスパ大分を合わせた90チームによるノックアウト方式で、今週末の5月22日、23日、いよいよ開幕します。2回戦から準々決勝まで、今年も水曜開催を予定しておりますが、コロナの感染状況や、それに関わる政府及び自治体の感染防止対策等々を十分考慮し、お客様をお迎えしないリモート開催、あるいは日程の延期等々を踏まえて、必要に応じて柔軟に対応してまいります。準決勝、決勝の日程は後日発表しますが、この3試合におきましては、ビデオアシスタントレフェリー、VAR を採用すること、昨年発表させていただいたとおりでございます。組み合わせにつきましては現在ラウンド16、4回戦まで発表させていただいておりますが、プレイヤーズファーストなどを考慮し、あらゆる可能性を今後も必要に応じて検討した上で、終盤に向けた組み合わせ抽選会は後ほど実施をさせていただく予定でございます。今回も1回戦から注目カードが出揃いました。6チームが初出場を果たしております。初めてのチームらしくフレッシュかつ果敢なプレーを期待しております。昨年の大会で初出場ながら見事準々決勝まで進出し、 J クラブとの熱い戦いを繰り広げた広島県代表福山シティ FC、 今年も連続出場を果たしております。天皇杯の醍醐味でもあるカテゴリーの違うチーム同士の対戦もございますが、地域リーグ所属のチーム同士や同じ大学生同士の対戦であったとしても、舞台が変わることで異なる緊張感が出てくる、これも天皇杯の面白さでございます。他にも天皇杯常連の本田 FC、 日本代表でも活躍された高原直弘選手がクラブの CEO も務める沖縄エスファウ、こういった注目チームも参加してくださっています。先日実施されました昨年の天皇杯返還式におきまして、この会見にも参画出すっております川崎フロンターレの谷口選手から天皇杯の返還をしていただきました。返還式の後に J リーグのレギュラーシーズンの試合も観戦させていただきました。川崎フロンターレのチームとしての強さは言うまでもありませんが、スタジアムにお越しになっておられたサポーターの皆さんがコロナ対策のルールやマナーをしっかり守りながら拍手で選手を応援する姿、私は心を打たれました。フロンターレさんだけでなく、すべての参加チームがサポーターや関係者と一体になり、フェアプレーやリスペクトあふれるプレーや行動を天皇杯で見せていただけることを期待しております。新型コロナウイルスにより、我々を取り巻く環境は大きく変わっております。このような厳しい環境の中でも、スポーツ活動を継続できるのは、支えてくださるサッカー関係者の皆さん、最前線で
日々奮闘していただいておる医療従事者の皆さん、各地域でクラブやチームを応援くださるファン・サポーターの皆さんのおかげでございます。我々としましては、関係者や地域の皆さんの安全安心を最優先し、しっかりとした感染予防対策を講じながら、今年の天皇杯のスローガンでもある新時代を築いてまいります。今年度の天皇杯、どうぞ皆さん期待して応援してください。私からの説明以上でございます。ありがとうございました。諏訪委員長、ありがとうございました。続きまして、5月22日の開幕に先立ちまして、第100回天皇杯優勝チームの川崎フロンターレから、このように日本サッカー協会へ天皇杯の返還をいただいておりますので、事前に収録した模様をお届けいたします。第101回天皇杯全日本サッカー選手権大会が5月22日土曜日よりいよいよ開幕します。そして記念すべき第100回大会王者の川崎フロンターレは、この第101回天皇杯で2連覇を目指し大会に臨みます。再び頂点に上り詰め、この天皇杯を掲げることを誓って、本日一旦日本サッカー協会に天皇杯を返還します。それではこれより公益財団法人日本サッカー協会諏原清隆天皇杯実施委員長に天皇杯の返還を行います。返還は川崎フロンターレを代表してキャプテンの谷口翔吾選手より行います。それでは谷口選手、天皇杯の返還をお願いいたします。諏訪委員長、谷口選手、ありがとうございました。続きまして、前回第100回大会優勝チーム川崎フロンターレの谷口翔吾選手、そして中村健吾さんをお招きしましてのトークイベントをお届けします。前回の天皇杯についてなど、普段はお聞きできないようなお話も聞けるものと思います。今回お二人はオンラインで参加をしていただくことになっています。接続に少々準備が時間がかかりますので、皆様少々お待ちください。トークショーの準備が整いました。始めたいと思います。谷口翔吾選手、そして中村健吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。谷口選手、今日は雨の中での練習を終えてのご参加となりましたが、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。まず101回という歴史ある大会なんですけれども、この天皇杯、お二人にとってはどんな大会なのか伺いたいと思います。まず、谷口選手、いかがでしょうか。やっぱり、全カテゴリー含めた、大会っていうものは、やっぱり、すごく面白いなっていう、ふうに思ってますし、そういう中で本当に真の日本一を決めるっていう大会だと思っているので、非常に、毎回毎回、楽しみな気持ちで、戦ってました。はい、中村さん、振り返ってみてどんなタイトル、天皇杯どんなものでしたか。まあ、100回という、すごく歴史がある大会でもありましたし、僕自身も小さい頃からもうテレビでずっと見ている大会で、自分が J リーガーになってからは見る側からその大会に参加させてもらうということで、天皇杯に対してはすごくこう新鮮な気持ちで最初はやれてました。でこうプロの経験が重ねていくうちに、やっぱその重みというか、その格式の高さというのはすごくプレイヤーとしても感じてましたし、昨シーズン最後に、昨シーズンというか今年の元旦ですね、そこで自分が最後に天皇杯を取れて終われたということはすごく、はい、嬉しく思いました。はい、フロンターレにとって、はい、そうですね、フロンターレにとっては初優勝、そしてユニフォームを着た最後の日となったその日の模様を、では改めてここでご覧いただきましょう。
川崎対ガンバの元日決戦でした、この試合の前にですね、谷口さん、どんなことをチームメイトたちと話していたんですか？はい、昨シーズンは年間でやっぱ複数タイトルっていうものを目標にして戦ってきてて、いよいよこのファイナルまで進んで、自分たちの目標である、2冠を達成するためにも絶対に勝たないといけないっていうすごい強い気持ちを持って、みんな臨めたと思ってます。ガンバからするとリーグ戦で、0対5で敗れて最後優勝目の前でという間柄だったわけですが、中村さん、ガンバはどうでしたこの試合？リーグ戦の最後です、ね、僕らが優勝した試合は5対0だったんで、この決勝に向けてはかなり対策も含めた戦い方を強いてくるなというふうには戦前から話はしていましたし、実際試合が始まってからいろいろとこうガンバも対策を講じてきましたけど、それをこうフロンターレ側がこじ開けて、しっかり勝ち切れたということは非常に良かったなと思います。そしてこれが先制ゴールです。三笘選手のゴールということで、ついに後半10分に均衡を破るわけですが、谷口選手、このやはり得点大きかったですね。そうですね、前半からも多少チャンスは作れてはいたんですけど、なかなかこじ開けることができなくて、どっちが点を取るかっていう戦いの中で、こうやって薫が先制点取ってくれたので、これは非常にチームにとってもすごくこう大きな1点でしたね。その後も攻め続けてシュートは全部で27本打ったんですけれども、中村さん、ベンチから見ていてどういうふうに見ていましたか？1点先に取って、2点目3点目取れるチャンスがあったので、そこで決めてくれてればもう少し楽な展開になったかなと思いましたけど、それ決めれずに、今この映像にもありますけど、最後かなり猛攻を仕掛けられたので、ただここをやっぱりゼロで抑え切ってしっかり勝ち切れたっていうのは、このフロンターレの成長があったなと、ベンチから見てて思いました。ベンチも含めての戦いだったと思いますが、ファンは中村健吾さんをピッチでという思いも、あったかと思うんですが、そのあたり改めて少し時間が経っていかがですか？そうですね、もちろん選手としては試合に出たかったですし、ただ展開として、延長も考えられるような最後展開になっていたので、その時に自分に出番が来ればそういう戦いは頭には入れていたので、ただ勝つ先も谷口選手が言ってたように勝つことがこの日は全てだったので、それを達成できてよかったなというふうに改めて思います。終わった後のインタビューで、世界で一番幸せなサッカー選手だと思うと中村さん確か話してましたけど、いや改めてこの瞬間など思い出してどうでしたか？いや、最後引退する試合で優勝できる選手って多分人生でそんな多くないと思うんで、そういう意味では本当にもう最高に幸せだったなというふうにコメントは残させていただきましたし、それと同時に後輩たちに感謝を改めてしたいなというふうに思います。それを聞いて谷口さんどうでしょうか？そうですね、僕らもやっぱり、最後の試合、健吾さんにとって最後の試合をやっぱりいい形で、終わりたいっていう気持ちはもちろん強かったので、本当にやっぱ、健吾さんの人柄含め、やっぱり今までやってきたことがこうやって最後の最後、サッカーの神様やっぱ見てんだろうなっていうのはやりながら感じましたけどね。少し先になりますけど、かなり先になりますかね、谷口さんはこう元日決勝で最後というようなことっていうのはやはりこう憧れというか気持ちはあるんでしょうか？そうですね、やっぱり僕、これは僕だけじゃないと思いますけど、やっぱりサッカーやってる人たちにとってやっぱり元日決勝っていうのは一つの憧れだと思いますし、昨シーズンは戦うことができましたけど、今年もまた一から勝ち続けていかなければやっぱりそこにたどり着かないわけで、また一戦一戦丁寧に戦って、また今年も元日決勝を戦いたいなと思ってます。中村さん、過去の天皇杯も含めまして印象に残っている大会っていうのは、自分が出た大会も含めてだと思うんですが、いかがですか？やっぱフリューゲルスが最後優勝してた大会もそうですし、あとはストイコビッチ選手がディフェンスキーパーをかわして決めた試合っていうのは
まあ、さっきもあの映像に残ってましたけど、すごくインパクトがあってですね、当時、学生ながらやっぱすごいなっていうふうには、もうプロってすごいなっていうふうには思ってましたね。やっぱりあの独特の雰囲気というのがよく言われますけど、元日の決勝というのはあるんですか？お二人に聞きたいんですが、はい、1月1日にサッカーをする経験っていうのはそんなに多分多くないと思うんで、まあ、僕自身は2017年の1月1日ですね、吹田で、鹿島アントラーズと戦ったのが人生で初めてでしたけど、何ですかね、今まで普通に大晦日とかもオフだったんで、まあ、こうテレビを見て過ごしたりっていう中で、普段サッカーをする時期じゃもうない中で、こう大晦日元旦とやったんで、あの空気感は、まあ、あの今年の元旦もそうでしたけど、なんていうんですかね、すごく空気が澄んでいて、まあ、どちらも晴れてましたし、なんかそういう意味では、まあ、その新年の始まって一発目の試合でもありましたし、そういう、こう格式の高さっていうのをすごく感じましたね。谷口選手はどうですか、実際に優勝しました、天皇杯も掲げましたが。そうですね、やっぱり、まあ、健吾さんもおっしゃってましたけど、あの本当格式の高さというか、あの、まあ、1月1日に、今から試合をするっていうその準備をしている段階から、何かこう、うん、特別な日だなっていうのはすごい感じながら、多分選手一人一人、準備してでピッチに入っていくんですけど、まあ、その中で、たくさん、まあ、スタジアムにも、たくさん人が入ってくれましたし、まあ、テレビでも放送あると思うので、たくさんの方があの注目の高い試合だと思いますし、やっぱその中で、自分たちがやっぱどういうふうなサッカーをして、勝つのかっていうところをやっぱ見せたいなっていう気持ちにもなったので、あの非常にあの、まあ、個人的には楽しむことができたかなというふうには思っているので、またやっぱりあの決勝を味わうと、もう一回行きたいなっていう気持ちになるので、今年も頑張りたいなと思っています。お二人に聞いてほしい質問のリストというのがありまして、それを聞きますと、谷口選手、中村健吾さんはどんな存在ですか？はい、ちょっとあの離れましたけどね。どんな存在、はい、そうですね、この天皇杯なども含めていろいろ思い出されたと思うんですけどね。はい、そうですね、やっぱりまあ、昨シーズンいっぱいで、引退されて、やっぱり今までずっとこういて、まあ、当たり前の存在といいますか、ずっとこのチームを引っ張ってきて、くださった方なので、今シーズンに入ってからの方がやっぱりなんかその健吾さんがいないその寂しさというか、っていうのをすごい改めて感じてるなっていうのは、ありますけど、やっぱり健吾さんの存在感、言葉一つ一つの重みもそうですし、プレー一つ一つとってもやっぱりみんなの見本になってましたし、なかなかそういった選手は、まあ、現れないんだろうなっていう思いをありつつ、でもそういう健吾さんからやっぱ僕らも卒業して、新しいもっと強くなっていくフロンターレを作っていきたいなっていう気持ちは、もちろん、持っているので、まあ、うん、まあ、でも結果寂しいですね、健吾さんいなくて。と言ってますけど、中村さんから見て谷口選手のすごいところ、面白いエピソードとかありますか、という、すいません、こんな質問があるんですけど。まあ、面白いエピソードはね、こうもう高青年ですから、はい、こんなにないですよ、もう完璧ですから普段は。あ、そうなんですか。ちょっとこうだらしないところがあるんですよね。谷口選手は。ああ、それ意外ですね。それはね、表には意外と見せないところがあるので、まあ、だプレーも含めてね、コメントも今話したように、まあ、ルーキーの時からもうこういう感じだったので、まあ、しっかりしてましたし、まあ、僕自身も、まあ、現役の時は彼を頼りにしているところはかなりありましたから、まあ、そういう意味では、あの折を見て、谷口選手と話す練習場だったり試合で話すことは多分他の選手にも非常に多かったですし、まあ、そういう意味で彼にはこう自分のフロンターレでやってきたものっていうのはほとんど伝えた状態で僕は引退できたので、まあ、今のフロンターレの結果がそれを表してくれてるなというふうに思いますし、まあ、ただあれだけやっぱり喋っていた人間がいなくなるとそれは寂しいんだろうなっていうのは今アニングス選手の言ってることで、はい、分かりました。なかなか普段は引退されてからは
話す機会は減りましたか？そうですね、あんまりクラブハウスにも立ち寄れなくなってしまいましたし、トドロキに試合を見に行くときぐらいでしか、まあ、話はできないので、まあ、ただまあ他の選手も含めて頼りになるチームメイトはたくさんいると思うんで、ここからまたね、みんなで強いフロンターレっていうのを、まあ、谷口選手も言ったように作っていってほしいなというふうに思います。先ほど中村さんから出ましたが、トーナメントで1チームしか勝ち続けられないというトーナメントですけど、決勝で敗れた経験というのもおそらく優勝にはつながっていったと思うんですが、改めてその2016年度の大会で鹿島に敗れた、あのことがチームにとってこうもたらしたものっていうのは大きかったんでしょうか？中村さんいかがですか？あ、私ですね、すみません。まあ、あの時は、まあ、初めて出た決勝でもありましたし、フロンターレとしてはまだその時はタイトル取ってない状態で臨みましたし、またそこでこう風間さんが退任されて次の年に大貫さんがやるっていうのも決まっていた中で迎えた大会で、あの試合でいろんなこう延長も含めていろんな経験をして悔しい経験をした中で、結局それがこう新しいチームになった時に、すごくベースというか、ああいうしたたかさっていうのはやっぱ自分たちも身につけなきゃいけないっていうふうには、自分たちでも話してましたし、大貫さんたちとも話はしてましたし、結果的にそれがこう3年後に去年の、今年の元旦にそういう 1-0 っていう勝ち方、したたかな勝ち方に結びついたなというふうには僕は思っています。そういう意味では敗れたことで得たものをこう自分たちの力にして、また谷口さん、今大会各チーム臨んでくるわけですけれども、改めて今大会どういうふうに、リーグ戦この独走という状態ですが、天皇杯はどのように戦っていきますか？そうですね、天皇杯はやっぱり本当にトーナメント戦なので、正直、リーグ戦の結果とかは、関係なくて、一戦一戦、もう勝った方が次に進むっていう、もう本当シンプルな戦いになってくると思いますし、決勝まで、長い道のりですけど、一戦一戦大事に戦うっていうのがやっぱり大事かなと、目の前の試合をどれだけ集中して戦えるかっていうところになってくると思うので、また総力戦にもなってくると思いますし、チーム全員で、最後また決勝進む、そして天皇杯掲げるっていうところを目標に、地道に戦っていかないとなかなかたどり着かない場所だと思っているので、そこら辺はチームとしても、同じ熱量で、挑んでいきたいなとは思っています。谷口さん、レギュレーションが変わって今大会は前回と違って全 J1、J2 クラブが出てくるということで、またその優勝までの険しさもまた変わってくるかなと思うんですけれども、いかがですか？そうですね、昨シーズンは特殊なレギュレーションで、優勝 J リーグ優勝チームと、その2位のチームが、自動的に出場できるっていうような感じでしたけど、また今年は、1からスタートっていう、いつも通りの天皇杯のスタイルになったので、やっぱり僕らとしても、その大会形式で、その大会形式でもやっぱ優勝できるぐらいの強さをやっぱお見せしたいなっていうのは、思っていることなので、先ほども言いましたけど、長い道のりだと思いますけど、本当に、一戦一戦大事に戦いながら、頑張っていきたいなと思っています。中村さん、谷口選手にもうこういうふうなキャプテンであってくれということはもうないと思うんですけども、強いて言えばキャプテンとしてどんなチームを作って天皇杯に臨んでほしいでしょうか？今谷口選手も言ったように、リーグ戦とカップ戦は別物なので、そこの入り方を、やっぱり谷口キャプテンが先頭に立ってやってほしいなというふうに思います。それ以外は特にありませんだそうです。それを聞いて谷口さんいかがですか？はい、言われた通りにしっかりやりたいなと思いますお二人、お忙しい中貴重なお時間、今日はどうもありがとうございました。今シーズンも谷口選手期待しています。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。それでは以上をもちまして、天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会開幕記者会見を終了とさせていただきます。天皇杯を手にして日本サッカーの頂点に立つチームはどのチームなんでしょうか。皆様ぜひともご注目くださいますようよろしくお願いいたします。